まあ、チャミンね、うん、まあもうちょっとしたら帰ってきますけれども、はい、まあもちろんね2人揃ってコンサートをねやってもらえるとは思ってますよ。するでしょう、もちろん。でそれも皆さん、ビギストの皆さん、スタッフの皆さんも、はい、みんなが楽しみにしてます。僕も楽しんでますね。それで、うん、あのこれ質問、うん、日本のステージで一番最初に歌いたい曲は何ですかという質問でございますよ。いやー選びづらいな。本当にもう歌いたいことがいっぱいだから、うん、でも ちょっとチャンメと相談して。なんて言ってる、うん、ちょっと教えてそれ、うん、あ、そうか、うんうん、お前大丈夫だろ、うんうんうん、分かった。なんて言ってる。はい、分かったよ、うん、分かったよ、はい、うん、はい、OK、うん、はい、なんて言ってた。何も言わなかったです。知ってるよ、言うの、はいはい、それは知ってるよ、何も言ってないのは。繋がってないんだから、電話がさ、うん、いろんな曲があるんだけど、うん、いっぱいありますよ、うんうん、1曲目よ。1曲目1曲目そうっす。何、秘密です。秘密なんかい、はい、秘密なんかい。そうですね。まあそこはチャンミンともね、やっぱり話してさ、まあ、相談しないと、うん、チャンミンに怒られるから。はい、東進のリーダーはチャンミンだから、うん、そうだね。それは2人でやっぱね、いろいろ相談して相談しないと、うん、それと困るんじゃないかなって思ってるんですけど、結局は僕わがままで決めます。結局言うのは決めんだね。いやいやいや、まあ、そこは相談して、みんなも本当楽しみにしてると思いますし、けどまあ、ユンホのダンスめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。ダンスだけ、ダンスダンスダンスだけですか。いや違います、歌もです、フェイスもです、ボディもです、全部かっこいいと僕は思いますよ。いや何言わせてんの。ニヤニヤして。いや俺本当にすごいと思うんだけど、その自分たちの曲でさ、はい、2人、まあ、チャミもそうだけど、うん、これ難しいんだよねって、うーん、あるでしょ。まあ全部難しいと思いますよ。特に全曲が大変ですね。はい、例えば、うん、サムシングとかさ、あ、サムシングもいいんだけど、僕はやっぱり Y かな。ああ、やっぱり迫力、迫力、うん、キープヨーヘッドダウンの曲とか、うんうんうん、そして意外にバラード曲がやっぱりこの感情を全部、うん、込めてね、伝えないと、うん、ちょっと困るんじゃないかなって思ってるから、それでバラード曲も結局は東進の曲は全部難しいですね。難しい、うん、まあ今日いろんなね質問しましたけれども、はい、他にもたくさんねちょっと来てまして、いろんな質問したいんですけれども、うん、もうちょっとスタッフさんがもう次のユンのスケジュールがあるということで、この後ないかもしれないですね。やるじゃん。あります。本当はもっと長いことね、いろいろこうお話とかトークしたかったんですけども、はい、ちょっともう、まあ、最後にちょっとビギストの皆さんへですね、ちょっとまあ一言ちょっと挨拶とかしていただけたらなと思っております。はい、あ、本当に今まで待ってくださってありがたいんだけど、ちょっと自分が今もちょっと悔しい部分が、本当にこんなに待ってたのに、自分がもうちょっとうまく日本語を喋って自分の気持ちをちゃんと伝えたらよかったのに、今日ちょっとビビっている部分もあるし、やっぱり緊張している部分もあるから、ちょっとそれが悔しいんじゃないかなと思ってます。でも本当に今まで待ってくれた時間以上、自分が全部出せる部分はこれからも全部出すので、東進はこれからだっていうのを本当に確実に言いた方です。本当に待ってくれてありがたいし、うん、今も感謝しているし、その2年間でいろんなことが変わったかもしれないんですけど、皆さんと東進のこの感情、心はやっぱりつながっているんじゃないかなって思ってます。それを
これから言葉だけじゃなくて行動で、うん、見せる東方神起というのになりたいです。いやもう本当にもうね、本当に皆さん期待してますから、本当にみんなが楽しみにしてた。本当言うのこれ、俺本当にみんなに言われるんだから、もう本当にお帰りなさいを伝えてください、わかりました、僕私たちの東方神起をよろしくお願いしますとか。あ、そうですか。そうですよ。そしたら今行きましょう今行くよ。いやいや、ということでございまして、はい、ね、以上で、はい、ゆうのインタビュー質問コーナーは終わりでございます、ね、ありがとうございました。お忙しい中本当に、またちょっと待ってますから。本当にお会いできて今日とこ嬉しかったです。いや俺もよ、ちょっとうわゆうのやん、僕も見て堤さんやいや、ね、何すんの何すんの。僕が性能やったら、うん、We areT 行く？行きましょうか。もうこれ喜ぶよ、それ一発目のね。そうね、僕前からすると、え、俺チャンミンじゃないけどいいの？あ、大丈夫ですよ。大丈夫？チャンミンもさっき僕電話してたんじゃないですか、うん、あ、大丈夫だよって本当、はい、じゃあそれ取って、じゃああれしょ、頼むよ、行、はい、きます、はい、せーの、 We are T。